久保さん今回いにしましょうか。まあ確かにね、まあ楽と楽しいってこれ面白いですよね。楽しくやってるのか楽をしたいのかっていう楽じゃないけど楽しいみたいな。だからこのね楽っていう楽しいっていう字はね非常にまあネットビジネスにかなり精通するいい言葉かなっていう。みんな稼げない人は楽したいんですよね。そう。稼げない人は楽したいんですよ。 で久保さんと僕は楽はしてないけど楽しくやってるんですよ。このなんか、案範囲する感じでね。で今回は快適の回にしましょうか、回。まあ、快速とかね。うん。まあ今快適な生活ですね、僕ね。<laughs> 本当にありがたい。ありがたいですね。なんかね、多分ね、他の人から見ると、あのー、なんだろうな。そんな動画撮っててね、なんか自由なんですかみたいな。 え、自由だから動画撮ってんすよみたいな。別に、久保さんに返すのが、一日一本の時もありますからね、別に。まあ、返さない日もあるし。うん、まあ、基本、まあ、大体一本ぐらいは返すけど、返さない時もありますからね。別に僕の選択の自由なんで。で、暇なんですよ。暇だからやってるっていうね。だから、なんだろうな、それは快適に過ごすっていうのは、やっぱ自分の選択で全てこう、できるっていうのが快適かなっていう。誰かにそこの束縛されるわけでもなく、 自分の意思決定で全て時間を使えるっていうのが、まあ、一番の快適な生活なんじゃないかなと思いますね。いってらっしゃい。